掛川市立助田場小学校は、静岡県掛川市小抜きにある市立小学校。学校の設置者は普通地方公共団体の掛川市である。掛川市立助田場小学校は、静岡県掛川市に設置された公立学校である。掛川市の高瀬、小抜き、中頬、柳部の4つの大技に在住する児童が通っている。公明の助田とは高瀬、 おぬき、中方、柳鍋の四つを総称する地名にちなんでいる。かつては地方公共団体として、助ケタ村が設置されていたが、その損益は、掛川市立助ケタ小学校の学区と、ほぼ一致している。掛川市立助ケタ幼稚園と敷地が隣接している。ことから、小学校の児童と幼稚園の園児が共に、集団登校するなど医学年同士の教助が、促進されており、 良き美風が育まれている。全市1872年9月に学生が発布され、浜松県上等郡は第二大学区第三中学区に属することになった。上等郡内の高瀬村は、コリンソンと第58小学区を構成し、小野木村と中方村は第84小学区を構成することになった。 翌年、各小学区ごとに小学校を創設するよう不礼され、高瀬村は第三中学区第七小学区の横地学校に属し、大貫村と中方村は第三中学区第十小学区の霊学校に属することになった。これを受け、1873年12月、高瀬村の八宗寺の境内を曲がりする形で、横地学校高瀬文校が開校した。この分校には、 高瀬村の児童が通うことになった。同様に、1873年12月9日、中片村の全体寺の境内を曲がりする形で、霊学校中片村分校が開校した。こちらの分校には、尾貫村と中片村の児童に加え、柳部村の児童も通うことになった。小学校の設置静岡県小笠郡大東町、上助田た枠、下助田た枠の航空写真。 中央に、大東町立スケタバ小学校が見える。スケタバ学校が、静岡県上東郡中片村から移転して、以来、ほぼ一貫してこの地に学校が置かれている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1875年4月13日、高瀬、小野木中片三村連合が発足し、小学校を設置する許可を得た。 これを受け、第13中学区第84小学区に所属する小学校として、助ケタ学校が発足した。この学校においても、霊学校中片村文校が置かれていた全体寺の境内を引き続き曲がりすることとした。この学校には、高瀬村、小貫村、中片村、柳部村の児童が通うことになった。しかし、全体寺はあくまで寺院であり、 学校を一時的に仮置きしていたに過ぎなかった。そのため、いつまでも全体寺に曲がりしているわけにもいかず、並行して、学校として、適当な移転先を探すことになった。その結果、小抜村の同士たち区に、学校専用の用地を確保するのが最適との結論に至り、中方村の全体寺から移転することになった。同地に校舎が新築されることになり、 1876年11月14日に落成した。なお、この校舎は高瀬村で廃寺となっていた上京寺の本堂を改造したものであった。ただ、柳部村から小野木村の同志た地区まではかなりの距離があり、柳部村については1881年9月1日より本校から分離し、公前案の境内を学校として曲がりすることとした。なお、 1876年8月に浜松県は静岡県に編入されることになり、高瀬村、小貫村、中方村、柳部村が属する上等郡も静岡県に含まれることになった。1886年2月5日、学区が改正されることになった。これにより、高瀬村、小貫村、中方村、柳部村は西の矢村、大石村と共に、 上東軍第三学区を構成することになった。この六村の児童が通うため新たな小学校の設置が求められ、その設置場所として中方村が指定された。公明についても育成館と定められるなど、六村のための新小学校の設置計画は徐々に具体化されていった。しかし、この計画が実現する前に、助田タバ神城小学校設置の件が指令されたため、 六村のための新小学校が実際に設置されることはなかった。なお、1889年に高瀬村、小貫村、中方村の新設合併により、助田場村が発足した。尋常小学校その後、町村制の施行に伴い、1890年3月3日に、助田場バ尋常小学校設置の件が指令された。これにより、助田場村と、 柳部村は一つの学区として指定され、助けたば人上小学校が設置されることになった。しかし、助けた村と柳部村とで一つの小学校を設置することとされたものの、すでに柳部村にも助けた学校とは別の校舎が設けられていた。そのため、1892年3月、柳部村と学区が正式に分離されることになり、助けたば人上小学校の学区は、 スケタバ村のみとなった。また、スケタバ人上小学校の用地は、旧、大貫村の同志た地区が望ましいと判断され、引き続き従来のスケタバ学校の用地を使用することになった。1893年7月には校舎を改築し、1901年2月には運動場を拡張した。1909年3月には校舎を復築するとともに運動場を拡張した。 また、高等化設置の機運が高まり、1911年10月30日には、校長の中島閣兵が高等化兵地位検証を提出した。なお、助田場村や柳部村が属する上等軍は、1896年に佐野軍と合併し、小笠軍が発足した。国民学校1943年4月1日、助田場村と柳部村の新設合併により、 新生沙田場村が発足した。それに伴い、旧柳部村は、旧高瀬村、旧尾貫村、旧中方村と同じく助田場村の区の一つとなった。同年5月6日付で、旧柳部村に設置されていた柳部村国民学校は、助田場村柳部国民学校に、公明変更を実施した。同年5月25日、助田場村柳部国民学校は、廃校となり、 大部分の児童は、助ケタ村国民学校に転入することになったが、一部の児童についてはやむなく、暫定的に、小笠郡内の平田村の学校に委託することとなった。1945年4月4日、平田村の学校に委託していた児童もようやく復帰できることになり、助ケタ村の全村域が正式に学区となった。しかし、すべての児童が揃ったのもつかの間、今度は、 太平洋戦争による空襲が激化したため、避難対策の一環として、同年8月より、分散教育を導入せざるを得ない状況となった。その結果、児童は、スケタバ村役場、スケタバ農業組合、スケタバ、製茶工場、鉢掃除、柳部公会堂など、地域ごと別々の建屋にそれぞれ分かれて、教育を受けることになった。同年8月15日に終戦を迎え、 分散教育も終了した。戦後すぐは、学級数が急増したことから、同年9月より、初等科後学年女子は、スケタバ村役場、初等科後学年男子は、スケタバ農業組合、高等科一学年男子は、スケタバ生茶工場に、仮教室を設けてしのぐことにした。新生小学校初代サタバ村立サタバ、小学校 PTA 会長、山下総一郎学生改革により、 スケタバ村国民学校の初等科は、スケタバ村立沙田場小学校となった。また、スケタバ村国民学校の高等科は、新生中学校に移行することになった。これを受け、スケタバ村立沙田場小学校に隣接する敷地に、スケタバ村立沙田場中学校が設置されることになり、1948年6月29日に、非公式が取り行われた。なお、その後すぐに、 助ケタ村は、土方村と共に特別地方公共団体である、土方村助ケタ村中学校組合を設立し、中学校のみ共同で設置、運営することとした。これを受け、助ケタ村立佐田場中学校は肘方・村立肘方中学校と統合され、新たに、土方村助ケタ村中学校組合立、上等中学校が発足することとなった。 スケタバ村立サタバ中学校の校舎は、土方村スケタバ村中学校組合立、上等中学校サタバ文校として利用されたが、やがて文校は廃止され、生徒も土方村の新校舎に移っていった。そのため、スケタバ村立サタバ小学校に隣接する敷地に、中学校が置かれていたのは、ほんのわずかな期間であった。一方、スケタバ村立サタバ小学校については、 引き続き、スケタバ村が単独で設置、運営した。1955年、スケタバ村と肘方村の新設合併により、上東村が発足した。それに伴い、上東村立佐田場小学校に校名を変更した。1956年9月26日には、鉄筋コンクリート造りの新校舎が完成した。小笠郡内の小学校としては、 史上初めての鉄筋コンクリート校舎であったため大きな注目を集めた。また、敷地内には上東村立沙田場小学校の行動と地域住民の公民館とを兼用する木造施設が同時に建設されており、こちらは1957年3月31日に完成した。これを受け、1957年4月2日、 新校舎と行動権公道健康民館の落成式が執り行われた。行動権公道健康民館の建設には、地域から多くの寄付が寄せられていた。特に、特別地方公共団体であるスケタバ財産区、学区内の各自治区、学区内の組合であるスケタバ農業共同組合、学区内の有力企業である土井酒造場と山下工業研究所は、 多額の資金や装具を寄贈したため、村長の山崎金一は、敷地で感謝の意を表した。また、落成式においては、内閣総理大臣の岸信介からの祝辞が披露された。なお、敷地内には、二宮金次郎の像が置かれていたが、新校舎の建設工事に際して、一旦移転退避させ、新校舎完成後に、再び設置された。なお、 掛川市立助田場小学校は掛川市立助田場幼稚園と敷地が隣接しており伝統的に小学校の児童と幼稚園の園児の交流が図られてきた。児童と園児とが共に集団登校をすることで防犯性、防災性を高めるとともに異年齢同士の共助が促進され地域社会の一体感の形成に役立ってきた。だが2016年になると 市長の松井三郎により、掛川市立助田場幼稚園、掛川市立土方幼稚園、掛川市立中幼稚園、大東福祉会立上東保育園をすべて廃止した上で、市立認定子ども園を一つ設置するとの構想が発表された。従来は、旧上東村には幼稚園が3園、保育園が1園設置されてきたが、仮に、松井の構想が実現すれば幼稚園はゼロ。 保育園もゼロ、認定子ども園がわずか1円という状態になる。なお、新設される認定子ども園の用地は、掛川市立上等中学校の近隣の敷地、もしくは、大東福祉会立上等保育園の近隣の敷地が想定されている。従って、掛川市立助田場小学校の敷地に隣接して、幼稚園が置かれてきた伝統も、松井により途絶えることになる。ただ、 旧城東村は南北キロメートル、東西キロメートルにわたっており、公立小学校が3校も設置されるほどの広さである。この広大なエリアに立った一つの認定子ども園では、徒歩通園が不可能な園児が生じたり、災害時に帰宅困難な状況に陥るのではないかと危惧されているが、それらは今後の課題である。なお、掛川市では幼稚園と保育園を廃止して、 認定子ども園にする動きが続いているが、旧城東村以外の立ち域では、むね小学校の学区単位で一つの認定子ども園に再編されている。氏名の五十音順で記載した。括弧内には職業を記載し、配分以降には現職、現職問わず代表的な職歴を併記した。ありがとうございます。